大竹紳士公有録、月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんです。はい、毎度ということでですね、はいしますあの、実は私、水曜日に大阪のニュース番組やってて、はい えあと金曜日ミヤネ屋があって土曜日サタデープラスがあるんでたいあの週の後半をですね大阪で過ごしている半分関西人みたいになってるんですけれどもあのまあ今全国的に大きなニュースになっているこの森友学園のえまあ国有地叩き売り問題えこれについてはですね先週あの金子勝先生がえすごく高尚なお話をされてたんでえ今日は。 私はもうちょっと下世話な話なをえもう少しこう庶民目線から立ってお話をしたいんですけれどもまずあのこの土地なんですけれどもえ大阪の豊中市っていうところにあるんですが東京にいると感覚わかんないと思うんですけれども梅田っていうまあ大阪駅からえ阪急で急行でで行分じゃあアクセスいいですね。もう超一等地えここに 8770平米の土地を、まあ、叩き打ったわけですけれども、うん、これがどのぐらいの大きさかっていうとですね、うん、日本武道館の建築面積が8132 あ、それより大きいつまり武道館のあの建物よりも大きな面積の土地を、結局国の収入200万円だったんで、まあ、ただでくれてやったような。本当そうですよね。なんですね。何それこんな話。こんなバカなことがあるか。で、一応ですね、その財務省の官邸は9億5600万でなぜこんな安いのかっていうのもあるんですけど、そっからですね、8億1900万円、 まあ、値引きして地下にゴミが埋まってると。え、で、ところがですね、このゴミをですね、運び出すためには、あの、大型ダンプ、何千台も必要なんですって、この8億円、え、運び出そうと思うと。ところがですね、近隣住民の証言によると、そんなトラック来てないよっていう、ならもう運び出してもいないし、あの、籠池っていう理事長自身がですね、まあ、ゴミの処理費用は1億ぐらいかな、 ってえ自分でも言っているっていうな、うんで <laughs> だからもうこれ明らかかかにおおししいいんでですすねよでこれ普通はあの一括払いじゃないといけないんですけれども、うんうん、なぜか分割払いが認められてでしかもその土壌染費用っていうので、うん、まあ国が。 まあ、貸し担保っていうか、うんうん、あの、まあ、問題があった、んの、豊、うん、と一緒ですね、うん、あの、土壌汚染があったから、つってその1億払って、うん、結局200万しか収入がない、うん、こんなバカなことがあっていいはずがないわけですよ。はい、で、うん、問題は、はい、なぜこんなことが起こって、 たのかってこれがこれからの焦点なんですけれど、うん、誰の差配でってことですよねそで,、うん、でそのじゃあどういうその学校なのか、うん、でこれについてはあの安倍晋三記念学校っていう名前が当初つ,ついていて、はい、まあそれで a、えー、まあ寄付金が集められていたっていうのは、うんうん わかっているんですけど、安倍総理自身はですね、もし自分がこの払い下げに関与してたら、総理はおろか、議員も辞めるというふうにおっしゃっていて、まあ総理が直接圧力をかけたっていうことではないんだと思うんですけれども、私あの、実は2年ちょっと、霞が関で経済企画長っていう役所で、まあ、 あの、パイの役人、官僚の仕事をしてたんですよ。うんはい、で、これ、こういうことをするっていうことは、うん、官僚にとってもものすごく大きなリスクなんです。 これは強い政治からの圧力がない限り、こういうことをするはずがないんですね。だ,ねだって、こんなのばれたら、役人はやばいわけですよそうですね、これだって横領みたいな話じゃないですか。そう,そう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 、こんなことを、何の根拠も、だってほかではやってないんだから、こんなことをするはずがないわけですね。で、そのどこから圧力がかかったのかっていう具体的な人命は、まだ表には出てきてないんです。 ですけれども、はい、この、えー、森友学園っていうところが、うん、実はあの大阪市の、えー、塚本幼稚園っていうのをずっと運営してるんですね、ここでやってることを見ると、まあその、新しく作る小学校で何をやろうとしていたかっていうのは、うんまあ、手に取るように分かるわけですそうですね、最近、あのその塚本幼稚園の様子がね、わりとテレビで流れてますけど、すごいですよ。 あの安保法制国会通過おめでとうございますみたいなことを幼稚園児に言わせたりしてますからど、ね、そうそうそう、うん、それでねこれ、うん、塚本幼稚園っていうのは実はすごくもう60年以上歴史のある幼稚園であの猫バス3台持ってるんですよ、うん、すごいかわいい幼稚園バス持ってるんですそれでもう大阪中心部までこうお迎えに行く、はい、あの本当に歴史と伝統のある幼稚園でそこの、うん もう60年経ってますから、うん、卒園生がもう親に当然なってるわけですよ。<う>で、その親たちが自分が卒業した幼稚園に入れたいなっていうふうに考えて、うん、まあ子供を入れてたんです。ところが、今の理事長が学園長になった時からですね、うんうん、もう暴走を。 始めるんですね。うん、で、これ、安保法制良かったね、どころの話ではないんですよ。例えばですね、うん、幼稚園児に、うん、あの、教育直後を暗礁させて、うん、あの、幼稚園の制服着たちいちゃな子供がですね、うんうん、もう一糸乱れず、この教育直後を、えー、全員で、 言うわけです。うん、あの、ちょっとね、あの、ここ丁寧にお話をすると、うん、えー、教育職後、えー、子供たちがですよ、えぇ、ー、思うに、我が、高祖高、講習国を始むること、公園にし、とかっていうのを、うん、ピシーッと最後まで言うんです。で、この教育職後が、何がいけないかっていうとですね、大部分は、こう、道徳を解いてるんですけれども、うん、あの、 実は、緩急あれば、義勇公に奉仕、もって、天上無休の幸運を不欲すべし。これは、どういう意味かって言うとですね。で、それ俺でも意味わかんない、ね、それを幼稚園児が言ってんですよ。幼稚園児がでで、これは、その、万が一、例えば、有事の際、戦争になったような時には、うん、その、義勇を表に出して、うん、えー、皇室を守るっていうのを、見な、うんうん、さい、やりなさい、 って言ってて、これが、実は太平洋戦争の時の日本の軍国主義を支える基準っていうか、まあ、もともとのその、えー、日本人の思想の源流になったって言われているんですね。うんうん、だから、あの戦後、小沢昭一さんはですね、うん、ずっと、もう教育直後はやめましょう。うん、あの、二度と太平洋戦争を、うんうん 繰り返してはいけませんよっていうのをずっとなくなるまで言い続けるわけですよ。で、あの、私はだからまだ戦争の時には生まれてなかったんで、うんえー、ただそういう世代がすぐ上にいたんでね、うん、もうやっぱりあれはいけませんよっていうふうに思っていたのを今、子供たちに言わせているというのが大きな問題で、しかもですね、うん、この 小学校の、うん、その、教育理念っていうのは、うんえー、天皇国日本を再認識、うん、皇室を尊ぶ、伊勢神宮、天照大神ほか、矢をよろずの神を通して、日本人の原神、神ながらの心、日本の国柄、神ながらの道を感じるっていうのが、うん、これが教育理念になってるんですけれども、うん、こういうことを、うんえー 幼稚園児にやらせているわけですしかもね、しかもですよ、うん、このトイレのしつけっていうのが、この幼稚園はめっちゃめっちゃ厳しくって、うん、そのトイレは自分で行きなさいだけど、幼稚園児なんだから、うん、おもらしするわけですよ。うんうん、おもらしをしてね、おもらしをしたらどうするかっていうと、そのうんこのついたまんまのパンツを丸めて、で カカババンンににあの通園カバンに突っ込んで、うん、持って帰りなさいって言って、うん、親が「うん、あの通園カバンが臭くなっちゃいました」って言ったら「うん、新しいのを買いなさい」ってあのね、うん、子供は漏らすのがお仕事とは言わないんですけど普通なんですよ、うん、でそれをねこれも体罰に私は近いんだと思うんです、うん、で一方ですねえー、実はその子供が犬飼ってた あの父兄がいたんですけれども、うんはい、そこんちの子供に対して「うんうん、そのお前は犬臭い」って。うんうん いじめたですよ園長がですよ、大阪のメディアが、なんで犬臭いなんて言ったんですかっこれ、周りの証言では、犬は臭いんです、犬を匂お嗅ぐと、だけど、犬飼ってるうちの子が臭いなんてことはないし、周りもそのことは事実は全くないって言ってるんですけど、犬臭い、で大阪のメディアがですね、学園長に、なんで犬臭いなんて言ったんですかって言ったら、この理事長がですよ、だって、 犬臭かったんでどうもここはあの明確な証拠がないんですけれども、うん、その園の教育方針にちょっと意義をとったら、うん、子供を「うん、お前犬臭い」<laughs> あのねもうこんなのは人権侵害で人権侵害である上に 実はこの塚本幼稚園でですね、その、ぎるな不敬にですね、配った文章に、これ私が言ってんじゃないですよ、横島な在日韓国人、シナ人って書いて、あの、避難をする文章を保護者に配るわけです。でね、私は、私はですね、これは法律違反なんだと思うなんでかっていうと、その、 教育基本法っていうのは現行法でも、あの、この国を敬愛するっていうことは求めてるんです。日本は日本を大切にしましょう。それはそれでいいんですけど、それと同時に規定があって、他国を尊重する。つまり日本も愛するけれども、世界中の他の国々も愛しましょうねっていうのが教育基本法なんですよ。で、そこをね、この、 他国を誹謗中傷するようなことをですよ、幼稚園児に教えているような、この森友学園に、え認可を下ろすっていうこと自体が私は、 間違えてるところがです、この認可権を握っている大阪府の松井さんっていう知事がいるんですけれども、はいはい、この松井さんは今何て言ってるかっていうと、はい、この認可をちょっと先送りするって最近言い出したんですけど、うんうん、その理由は、この森友学園の学校運営の財務基盤が十分でない可能性があるから見直せっていう、うん、そこですか。そうじゃないだろうと。うん、こんなのを、うん。 こんなのを見、うん、私はね、私学はいろんな理念があってもいいと思うんです、うん、ただ、ただなんです、その、一番基本的なルールっていうのは、うん、これは間違えちゃいけないし、ここをね、うん、幼稚園とか小学校の時から変な教育をすると、うんうん、変な大人が育っちゃうんで、うん、私は絶対にこんなのは認可しちゃいけないと、ね、でも認可ももちろんだけど、なんでこれを理財局が。 ここの値段ででう売るんですかだからそこはそういう右翼思想に駆られた政治家、うんうん、えこれはまあ国と地方両方にいるんじゃないかと私は思うんですけど、うんはい、そこがもうこれを何が何でも作るからただで売れみたいな圧力をおそらくかけたんだろうなと私は思いますだからそこを徹底追求しないといけないんですけど。うんうん まあでも、分けて考えることも大事かなと思うんですよね。うん、その教育施設として妥当かどうかっていう問題と、うん、この国の9億5600万円の土地を200万円で売ったっていうことが、うん、後でくっつくのはいいんですけど、うん、今はやっぱりその9億5600万円の国のもう共通の財産が200万円だっていうことで、まず突破口を開いて、ていね、誰がどういう指示でこういう不透明なことをしたのかっていうのは、うん、まず徹底的に。 追求してほしいですね難しいんですよ役に本当のこと言ったら速攻不備になります、ね、いやそこはメディアと野党の,野党のそう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 ,そう責任でしょう,うねうやむやになっちゃいけない問題ですよねはい、はい、ありがとうございました、うん、明日は深澤紀さんがいらっしゃいますお知らせの後は交通情報です本当に歴史と伝統のある幼稚園でそこの、うん もう60年経ってますから、うん、卒園生がもう親に当然なってるわけですよ。<う>で、その親たちが自分が卒業した幼稚園に入れたいなっていうふうに考えて、うん、まあ子供を入れてたんです。ところが今の理事長が学園長になった時からですね、うんうん、もう暴走を。 始めるんですね。うん、で、これ、安保法制良かったね、どころの話ではないんですよ。例えばですね、幼稚園児に、うん、あの、教育直後を暗唱させて、うん、あの、幼稚園の制服着たちいちゃな子供がですね、うんうん、もう一糸乱れず、この教育直後を、えー、全員で言うわけです。うん、あの、 ちょっとね、あの、ここ丁寧にお話をすると、うん、えー、教育直後、えー、子供たちがですよ、えー、思うに、我が高祖公衆、国を始めること、公園にし、とかっていうのを、うん、ピシーッと最後まで言うんです。で、この教育直後が何がいけないかっていうとですね、大部分はこう道徳を解いてるんですけれども、うん、あの、実は、緩急あれば、理由、公に奉仕、もって、 大竹紳士講演録月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。はい毎度ということでですね。いすあの実は私水曜日に大阪のニュース番組やってて。はい えー、あと金曜日ミヤネ屋があって土曜日サタデープラスがあるんで大体、うん、あの週の後半をですね、うん、大阪で過ごしている半分関西人みたいになってるんですけれども <laughs>、はい、あのー、まあ今全国的に大きなニュースになっているこの森友学園の国有地叩き売り問題、うん、えこれについてはですね <laughs> 先週あの金子勝先生がえすごく高尚なお話をされてたんで、うん、え今日は私はもうちょっと下世話な 話を、はいえー、もう少しこう庶民目線から立ってお話をしたいんですけれども、うん、まずあのこの土地なんですけれども、うんえー、大阪の豊中市っていうところにあるんですが東京にいると感覚分かんないと思うんですけれども、うん、梅田っていうまあ大阪駅から、うんえー、阪急で急行で10分もう超一等地、うんえー、ここに8,770平米の土地を、まあ叩き打ったわけです。 ですけれどもこれがどのぐらいの大きさかっていうとですね、うん、日本武道館の建築面積が8,132。 ベなんですよあのまあ問題があったん豊洲と一緒ですね土壌汚染があったからつってその1億払って結局200万しか収入がないこんなバカなことがあっていいはずがないわけですよで問題はなぜこんなことが起こったのかってこれがこれからの焦点なんですけれど誰の差配でってことですよねそのじゃどういうその学校 これについてはあの安倍晋三記念学校っていう名前が当初つ,ついていて、はい、まあそれで、えーまあ、寄付金が集められていたっていうのは分かっているんですけど、うんうん、安倍総理自身はですね、うんえー、もし自分がこの払い下げに関与してたら総理はおろか、えー、議員も辞め,、はい、めるというふうにおっしゃっていて、うんまあ、総理が直接圧力をかけたっていうことではないんだと、うんうん 思うんですけれども、うんはい、私、あの、実は2年ちょっと、うんえー、霞が関で経済企画庁っていう役所で、うん、まあ、あの、端、うん、パイの役人、官僚の仕事をしてたんですよ。うんはい、で、これ、こういうことをするっていうことは、うん、官僚にとってもものすごく大きなリスクなんです。 これは強い政治、つまり武道館の建物よりも大きな面積の土地を、結局国の収入200万円だったんで、まあ、ただでくれてやったような。本当そうですよね。なんですね。何それおかしい。こんな話。こんなバカなことがあるか。で、一応ですね、その財務省の官邸は9億5600万でなぜこんな安いのかっていうのもあるんですけど、そこからですね、8億1900 100万円、うん、まあ値引きしてて地下にゴミが埋まってると、はいうん、でところがですね、このゴミをですね、うん、運び出すためには、うん、あの大型ダンプ、何千台も必要なんですって、この8億円、えー、運び出そうと思うと、うん、ところがですね、うん、近隣住民の証言によると、うんはい、そんなトラック来てないよっていう、ならもう運び出してもいないし、うん、あの籠池っていう理事長自身がですね、まあ、ゴミの処理費用は 一億ぐらいかなってえ自分でも言っているっていうな、うんで八億なんですかだから,、うん、だからもうこれ、うん、明らかにおかしいんですねおかしいですよでこれ普通はあの一括払いじゃないといけないんですけれどもなぜか分割払いが認められて、はいうん、でしかもその土壌汚染費用っていうので、うん、まあ、国が ま貸し担保っていうか、自らの圧力がない限り、こういうことをするはずがないんですね。だって、こんなのばれたら、役人はやばいわけですよそうですね、これだって横領みたいな話じゃないですか。そう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 、こんなことを、何の根拠も、だってほかではやってないんだから、こんなことをするはずがないわけですね。で、そのどっから圧力がかかったのかっていう具体的な人命は、まだ表には出てきてないんですけれど この森友学園っていうところが、実は大阪市の塚本幼稚園っていうのをずっと運営してるんですね、ここでやってることを見ると、新しく作る小学校で何をやろうとしていたかっていうのは、手に取るように分かるわけですそうですね、最近、塚本幼稚園の様子がね、割とテレビで流れてますけど、すごいですよ。 あの、安保法制、国会通過おめでとうございますみたいなことを幼稚園児に言わせたりしてますから、ね、そうそう、そう。それでね、これ、うん、塚本幼稚園っていうのは、実はすごくもう60年以上歴史のある幼稚園で、あの、猫バス3台持ってるんですよ。うん、すごい可愛い幼稚園バス持ってるんです。それで、もう大阪中心部までこう、お迎えに行く。はい、あの、ほん